ポルトランドセメント、ポルトランドセメント、ポルトランドセメント、ポートランドセメントとも、は、モルタルやコンクリートの原料として使用される、セメントの種類の一つ、最も一般的なセメントである。ポルトランドセメントという名称のセメントを、発明したのは、イギリスリーズのレンガ積み職人のジョセフ・アスプリンであると、されている。 1824年10月21日付特許第5022号にポルトランドセメントという名称が初めて見られる。ポルトランドを付したのは降下した後の風合いがイギリスのポートランド島で採れるポルトランド石に似ているからであった。日本では官営深川セメント製造所において1875年、明治8年に当時工部省技術官だった宇都宮三郎が 国産ポルトランドセメントの製造に成功している。ポルトランドセメントを構成する主な物質は、計算 3, 3カルシウム、A ライト、3カオシオ、計算2カルシウム、B ライト、2カオシオ、カルシウムアルミネート、アルミネート、3カオロ、カルシウムアルミノフェライト、フェライト、4カオロフェイオ、硫酸カルシウム、石膏、コスニホである。このうち、 A ライト B ライトアルミネートフェライトはクリンカーと称する中間製品として製造される。このクリンカーの主要化学成分は酸化カルシウム、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化鉄である。ポルトランドセメイトは天然の原料、燃料を使用するので実際には蒸気化合物は純粋なものではなく少量成分を雇用している。そこでクリンカー中の化合物は クリンカー鉱物と呼ばれている。中間製品のクリンカーに適量の石膏を混合、粉砕して商品としてのセメントが製造される。A ライトと B ライトはいずれも計算書であるから、両者をまとめてシリケート症と称する。また、アルミネートとフェライトはクリンカー中でシリケート症の感激部に存在するため、まとめて感激症と称する。 それぞれのクリンカー鉱物は、水和反応速度、強さの発現性、水和熱などの性質が異なる。このような性質の異なる、クリンカー鉱物の素性を変化させ、さらに、石膏の添加用、セメントの粉末度、非表面積値などを変化させることによって、物性の異なる、種々のポルトランドセメントを製造することができる。各々の,の,のクリンカー鉱物は、以下の性質を有する。 クリンカー鉱物の名称に関しては、このようなエピソードが伝えられている。アルフレッド・テルネボームは1897年に、ストックホルムで開催された国際材料試験会議に、クリンカーの光学顕微鏡観察の結果を報告し、クリンカーが、アリット、A ライト、ベリット、B ライト及びこれらを取り巻く感激からなることを、初めて報告したとされている。感激については、 組織が微細で詳細がわからなかったため、セリット、ーライトとされた。これらは、アルファベット A、B、C と鉱物名であることを表す設備語ライトを組み合わせたけの単純なルールで命名された。ある化学素性を有するクリンカー中に存在する、クリンカー鉱物の理論素性、ポテンシャルは、1920年代にロバート・ボーグにより考案されたボグエ式によって求めことができる。 ボグエ式では与えられたクリンカーの化学組成における化学量論組成のクリンカー鉱物及び無水石膏の生成反応の平行状態を仮定する。無水石膏の生成を仮定するのはクリンカー焼成の際に用いる燃料、主に石炭に由来する酸酸化王が少量存在するためである。実際の商業クリンカーは完全な平行状態に達しておらず少量。 1%, 1以下の未反応の有利酸化カルシウム、フリーライム、F カオを含有している。また、原料に由来する少量成分はクリンカー鉱物に雇用し、あるいは蒸気とは異なる鉱物を生成する。例えば、SO は通常の含有量1%以下であれば、無水石膏ではなく、アルカリ硫酸塩を生成す。そのため、実際のクリンカー鉱物組成は、 ボグエ式により求まるものとは異なると考えられている。しかし、クリンカーの化学組成を代入するだけで簡便に、鉱物組成を求められる利点は、他の定量型には変えがたい。そこで、各国の国家規格等では品質を担保するために、ボグエ式により得られる、特定のクリンカー鉱物量に上限、または加減を規定している場合がある。クリンカーに石膏を添加して、 ポルトランドセメントとするのは、アルミネートと水との反応を抑制するためである。石膏を添加しないクリンカー粉末では、アルミネート単独での水和により吸血、または窓加血が生じる。ポルトランドセメントが発明された当時はセメントに石膏を添加していなかったため、製造後にセメントを意図的に風化させてこの反応を抑制していた。セメントに石膏を添加すると、 雪水により、アルミネート粒子表面に、水あえ物の一種であるエトリンガイトが生成し、アルミネート単独での水和反応が阻害される。このようにして、フレッシュなコンクリートはプラスティックな状態、過疎性を保つことができる。現在の日本国内のセメント工場は、すべて乾式、サスペンションプレヒーター付けロータリーキルン、回転用方式で、ポルトランドセメントを製造している。 この方式は、現在世界で、最も熱効率、生産性に優れたものである。他の歴史的な製造方式としては、縦用方式、四式ロータリーキルン方式などがある。世界的に見ればこれらの、すでにあまり効率的でない製造方式もなお、健在であるが、以下では、日本国内の製造方式に絞って、工程を記述する。ポルトランドセメントの製造工程は、 原料工程、焼成工程、仕上げ工程の三つに大きく区分される。クリンカーの主原料は、石灰石、粘土、軽石、鉄原料である。これらを乾燥し、焼成後に目的の化学成分のクリンカーが得られる、要混合、粉砕するのが原料工程である。通常、乾燥が必要なのは粘土に限定され、他の原料はドライヤーを通過しない。 ドライヤーの高段で粘土以外の原料が所定の割合で合流し原料ミルに入る。原料ミル、ボールミルで混合、粉砕された原料はブレンディングサイロに入る。ブレンディングサイロは複数あり、異なる時間帯に調合した原料を仮貯蔵する。最後に、これらの異なる時間帯に調合した原料同士を再度混合して、 化学蘇生の最終的な調合を行い、ストレージサイロに貯蔵する。主要原料は、クリンカーの主要成分を高濃度で含有しているのに、対し、クリンカーの主要成分の濃度は、主要原料のそれよりも低い。つまり、セメント工業は原料を適度に混合し、純度を下げるプロセスである。この点は、石油化学工業、金属製錬工業など多くの化学工業が、 純度を上げるプロセスであるのとは対照的である。原料の化学成分の管理には、モジュラスと呼ばれる通常3つで一組の指標を使用する。製造しようとするセメントの品種、物性及び生産性を考慮して、目標モジュラスを設定し、これを維持するよう原料の化学成分を管理する。モジュラスは、セメントメーカーによっては、化学かかり数値、処理などとも呼ばれる。 モジラスが3つで1組となって運用されているのは、使用原料が4つであるからである。モジラスの3つの条件と、調整後の質量が合計で1トンとなることを条件とすれば、4元連立方程式の解として、原料源単位を決定できる。日本のセメント工場では水効率、単位は、マスパーセント以下同じ、計算率及び、鉄率が主に用いられている。 水効率 HM は、モジラスの中で、最も重視される指標である。HM が大きいほどクリンカー中の酸化カルシウム量を、及び A ライト量が多くなる。そのため強度の発現性は高まるが、一方で、焼成反応性が低下する。クリンカーの焼成反応性が低下すると、燃料源単位が増大し、製造コストの増大につながる。また、クリンカー中には、 フリーライムが未反応のまま残存するようになる。現在の日本国内の普通セメントのクリーンカーの HM は2.0から2.2である。計算リス SM が大きいと焼成を円滑に進めるために必要なクリーンカー有益、焼成工程の項で焼失するの量が少なくなり、焼成温度は高くなりがちである。その結果、焼成設備を損傷しやすくなる。しかし、 クリンカー中の二酸化系素量がマシビーライトに富むクリンカーとなるので低発熱性で長期剤都市での強さに優れたセメントが製造できる。一方、SM が小さすぎると有益量が多くなるのでキルン内壁のコーティング量の増加による原料の閉塞、コーティングトラブルの懸念がある。現在の国内の普通セメントクリンカーの SM は2.4から2.8である。 鉄率イムが大きいと酸化アルミニウム量が増えて、アルミネート量が増加するため、初期材土市での強さの発現性が高まるが、化学抵抗性の低いセメントとなる。現在の国内の普通セメントクリンカーのイムは1.9から2.1である。石灰頬和度は、HM の代わりに用いることがある。二酸化ケイ素、酸化アルミニウム。 酸化鉄と結合できる最大の酸化カルシウム量を1.0とする指標である。日本国内の普通セメントクリーンカーでの標準的な値は0.92から0.96である。LSD が1.0を超える場合、焼成温度を高くしても、焼成時間を長くしてもフリーライムが残る。また、品位の低い石灰石を使用するセメント工場では酸化マグネシウム量も考慮して、 石灰頬和度を管理することがある。活動係数は SM と同様の指標である。現在の日本国内の普通セメントクリンカーでの標準的な値は3.8から4.2である。LSD 以外の指標は RH ボグエによる鉱物組成のポテンシャル計算が考案される以前からセメントの製造に用いられており、現在に至っている。工程では 調合原料を焼成し、クリンカーを製造する。石灰石、軽石、粘土及び鉄原料の混合物は化学反応を起こし、水構成を有するクリンカー鉱物に変化する。焼成工程では熱効率を高めつつ、焼成反応を完結させる、クリンカー中のフリーライム量を少なくすることに注意が払われる。原料の加熱方式には、 サスペンションプレヒーター方式、または、ニューサスペンションプレヒーター方式と呼ばれる2種類がある。前者では4段、内視5段のサイクロンを上下に連結し、ロータリーキルンのバーナーから供給される、燃焼排ガスにより、原料を予熱する。後者では、キルンのメインバーナーだけでなく、SP 再下段部にもカヤキロがあり、ここで原料の加熱を積極的に行い、石灰石の、 脱炭酸を促進する。現在、NSP 方式は熱効率と生産性に最も優れた加熱方式である。燃料には微粉炭を使用するのが一般的である。ストレージサイロに貯蔵された原料はプレヒーター上段より投入され、プレヒーター下段、上流側からの熱風により予熱される。各ステージで熱交換して、 プレヒーターゲランに到達すると、摂氏1000度前後でが焼けされ、石灰石の脱炭酸が進行する。次にロータリーキルンの最高温度、小生体で摂氏1450度以上の温度で、焼成され、ここで原料同士の最終的な化学反応、クリンカー鉱物の生成反応が進行する。この時、小生物の一部が有益となり、増流が進む結果、海上のクリンカーとなる。 クリンカーは、バーナー下を通過すると、クリンカークーラーに落ち、直ちに冷却される。クリンカーの有益は、クリンカー鉱物、特に A ライトの生成反応を促進し、解状物を形成するために有用である。小成時の有益の割合は、エキソード LP、有益量、パーセンテージリキッドフェーズで表現される。適切なエキソードは15から25%とされている。 調整後のクリンカーを給礼するのは B ライトの常温安定上への転移を防ぐためである。B ライトにはいくつかの多型がある。高温で安定なアルファ型、アルファ型、ベータ型は水構成を有するが、ガンマ型は水構成を持たない。また、高温型からガンマ型へ転移する際にはダスティングと呼ばれるクリンカーの粉化現象が生じ、クリンカーのハンドリングが困難となる。 クリンカー焼成反応を完結させるために、理論的に必要なエネルギーは、原燃料及びクリンカー鉱物素性により異なるが、標準的には400から420マッカル T くらいと言われている。実際の国内セメント工場における熱量減単位は750マッカル T くらい前後となるので、燃焼系統の排熱を原料工程での乾燥に用いるなど、 エネルギー効率の向上が図られている。仕上げ工程では、セメントの酸酸化容量と、非表面積値が目標通りとなるようにクリーンカーを石膏とともに、粉砕し、粉末状のセメントを製造する。石膏に関しては、諸外国では、天然石膏を使用する場合が多いが、日本では良質な天然石膏に恵まれないため、副産石膏。 特に肺炎脱流石膏が使用されている。石膏の種類は二水塩が基本である。粉砕に用いる設備は、粉砕機、ボールミル、仕上げミルと分球機、セパレーターである。クリンカーと石膏は、粉砕除剤とともに、仕上げミルに入って粉砕され、ついでセパレーターに導入される。セパレーターの中では、回転翼が回転している。空気流に乗った荒い粒子は、 この回転翼により叩き落とされるが、微細粒子はここを通過することができる。回転翼の回転数を制御することにより、所定の粒度で粉砕物を分球できる。このようにして回収された微粉が最終製品のセメントである。荒粉は再び仕上げミル全団に戻される。ポルトランドセメントには各種混合材を混入した混合セメントという種類があるが、 これらの混合剤は仕上げ工程でクリーンカー及び石膏とともに混合粉砕または分離粉砕されてセメントに混される。セメントの製造に限らず粉砕という単位操作はエネルギー効率が極めて低い。投入されるエネルギーのうち実際の粉砕、新しい表面の生成に寄与する割合、有効粉砕仕事はわずかに1%もとも言われる。 セメントの粉砕を効率よく行うことは、セメント製造原価低減のために重要である。そのため、現在では、粉砕除剤として、ジエチレングリコールなどを用いて、効率の向上が図られている。また、粉砕のために投入されたエネルギーの大半は熱に変換される。そのため、製造直後のセメントをそのまま、セメントサイロに貯蔵すると、 サイロ内で二水石膏が脱水し、セメントが固結する要素がある。そこで、製造直後のセメントは、セメントクーラーで熱交換してから、セメントサイロに貯蔵する。ポルトランドセメントにも、品質、性質によって様々な種類が規定されている。これらの性質は、A ライト B ライトアルミネート及びフェライトの構成比、及び粉末度によって調整さる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。